九鬼門七7く門七か7から1928年3月15日は、三重県四日市市出身の政治家、また、九鬼産業グループを経営する実業家、四日市伝統、三重人造肥料、四日市倉庫社長、東洋防石取締役、四日市商工会議所副会頭等,等、四日市の政財界の指導者、四日市九鬼家当主で八代目九鬼門七7を襲名した。 国政に進出して衆議院議員を務める。おいは、四日市政財会の大御所であった、久喜文十郎。家業を継いだ長男、徳造も衆議院議員を務めた1月に、四日市の中内町69番地在住の大地主である四日市久喜家に誕生する。戦国時代から安土桃山時代に活躍した久喜水軍の末裔である。 四日市久喜家の先祖が四日市に居住したのは、初代の久喜州中の時代と想定される。その末裔が、肥料省を営み、久喜家の基礎を作った。久喜五家の一人の久喜徳兵と六つの間に、誕生したのが、陽明、久喜徳松、その後成人した八代目久喜も七のである。署名は、久喜徳造であり、福沢諭吉が開校した、慶応義塾を卒業して、 学抜の三田抜出身の実業家として、四日市伝統、三重人造肥料、四日市倉庫社長となる。弟の九鬼金松は、九鬼五家の内別家のおじ、初代九鬼文十郎の後を継ぎ、二代目九鬼文十郎を襲名している。父の七代目九鬼文七は、1889年4月に三重郡四日市町会議員となった。 三重宝石株式会社や関西鉄道の創立や、四日市地域内の公共事業に尽力した実業家であった。八代目久木も奈千は1891年に、父の異業を継いで、肥料産業、石炭産業などの事業を営み、従来の人力圧策法に変えて、先進的な様式の作油機械を導入した、四日市製油所を起業した。無闘技師を、 イギリスドイツに派遣して製法を習得させ、1906年に製法の改良を実施した。ペイント、ボイルド油の製造を開始して、日本の製油業界に革命を起こした。販路は陸軍、海軍をはじめ、東京、大阪、上海、富山の複数の会社に及んだ。幼年期から英才教育を受けて、貫石を習得した。 モンナナは1892年に四日市町会議員に就任し、1897年に四日市市議会議員となる。四日市の財界をリードする人物として、1897年から1908年の期間に三輪直作、伊藤伝七、石間茂作、白石直次、田中武平英と共に四日市市の名誉職の資産次会員に推薦された。 1893年に、四日市商工会議所の石間重作所代会頭、伊藤伝七副会頭の下、九久門七は理事となり、1902年5月に、第二代四日市商工会議所会頭となる。1894年1月には三輪らを安藤新兵衛の協力して、新帝に四日市米柄取引所を開業した。 7月には株式会社前油株式取引所と解消して食用油の取引を開始した。さらに1906年5月に四日市停車場の南の浜田に三重人造肥料株式会社を創立して四日市経済を活性化させた功績で第二大四日市商工会議所会頭となる。1896年1月には田中武平守や四日市米柄省や四日市 米柄取引な加害人の協力を得て、四日市銀行を四日市倉町に改良して、その後各銀行を吸収して、三重県下の二大銀行にと拡大した。近代都市を目指す四日市は、四日市港の海運、貿易の増大に伴って、四日市市単独事業を計画、実施する必要性があったが、九鬼門七が資産時として提言して、 アセチ川運河の開通工事の実施、ホリカの建設、海面の工事及び埋め立て工事、諏訪前道の改修の4大事業を行った。また1914年以降、四日市市内全域の高地整理事業を市が実施した。組合を創設して、組合長には、茎門七と、味、岡角太郎などの土地地主が就任した。茎財閥の築いた、肥料産業、生油産業、 石炭産業、林業を、茎産業で経営していた。この時期にも名がついた役職や起こした会社は次の通りである。父が創立に尽力した三重宝石株式会社には、商法の改正とともに、取締役につき、その後三重宝石から解祖された、東洋宝石株式会社の監査役に就任して、宝石事業の振興にも寄与した。養老鉄道株式会社の監査役となる。 1915年に四日市選出の議員として第12回衆議院議員総選挙で当選一期務める。1927年に本寿法省職場も可視される。1928年3月15日に自宅で死去する。去年63、伊藤善太郎が表して1907年に出版された四日市市では、 八代目茎も7の人となりについてと、される。ありがとうございます。